どうもこんにちは。中の人だ。今回はこちらですね。スターバックス抹茶クリームラテ。これね、セブンで買ったんだけど、いっつもね、売り切れなんだよね。人気がありすぎてなのか分かんないけど、今回たまたまあったんで買ってみました。ね、スタバといえばね、このなんかよくわからないこの顔の女の人、これ、なんですかまあ想像するに多分スタバの創設者なんでしょう。で、ここから本題なんですが、スタバに行ったことを、 ある皆さんありますでしょうか僕はありませんちょっとスタバがねつなげじになりすぎて何書いてるかわかんないっていうね今回こちら、まあ、本番にね近い味だと思うので早速飲んでみたいと思いますなんかストローまでおしゃれだよねあの透明のやつじゃなくて緑色のやつっていうおしゃれこれ抹茶だからかなじゃあ早速実食タイムやばいこれはね めちゃくちゃうまい。ハマりそう。まあ、この小ささで216円とちょっと高いんだけど、まあ、自分へのご褒美としてね、また買いたくなる味。うわ、こんなうまかったんだ。通りでみんなスタバ行くわけだわ。でもね、スタバってね、一人じゃ入りづらいイメージが勝手にあるんだけど、まあ、慣れなんでしょうね。 何事もやはり慣れまあドライブスルーもあるみたいだしちょっとスタバに行ってみようかなと思いますめちゃくちゃ名前長いやつ頼んでみるわキャラメルフラペチーノペペロンチーノモカペロペロチーノみたいな頼んでみるわはいまあ飲んだことないとぜひお試しあれ